広島チャンネルサブチャンネルです。見てください、これズーマーカスタム進行中です。誰が？僕やってます。プライベートの？はい、プライベートです。ピンクに塗って、この淡い桜ピンク、淡い桜ピンク、淡いピンク桜エビのに黒いここのおわやーをちょっとやってます。でさらにここら辺は黒く塗りたくってますね。いい感じ？うん、まあまあでね。まあ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 で、ね、ここで塗装ブースを開設して塗装しております。罠があるんですけど、うん、ちょっと下にねトップルがついたらいけんけど、水撒いて拭くよ、巻かんように、巻き上げんように。でもこれ乾いたら一緒じゃないですか？いや、拭くときに巻き上げてほしくないけん、粉が。ああ、そういうこと、うん、出ていくときの後じゃなくて。まあそれもある。乾いてもやっぱ乾いても、 もうくっつかんね。あ、くっつかないですか？くっつかん、くっつかん、もう粉になってる状態になるけん、流せば落ちるけん。全部そんな感じで今これも作業進行しております。あれはあの赤のやつは、あの奥にある、あれは郵便局のやつ。忘れ物ですかね、郵便局員が。郵便始めるんすか？俺はやってないけど知らんよ。なんかたくさんあるみたいだね。ここにもあるじゃん、ピンク。これもやったんすか？これもやった、俺が。すごいでしょ、ピンク。うん、これはそれは俺がやった昔赤いやつ、すごいでしょ。これを言い出したらやばいやろ。今日はちょっと少し頭痛が痛いです。もう突っ込んでくるんですよ、おかしいやつ。ないじゃん、俺一人頭痛が痛いって言ったら。ちょっと待った、コロナじゃないよね。分からんけど頭痛が痛いです。シンプルにね、頭痛が痛い。何を言ったんすか？帰ろっか、今日頭痛いわ。もう寒いわ、風かな、うん、風かね、ちょっと頭痛が痛いわ今日。うわー、もう頭痛が痛い。当時取るよりさ、一生懸命。いや、どっちも入ってる。声入ってる。マイク外した。湯船使って。湯船汚いんだもん、じんじん。洗って。でもなんか最近綺麗になっとったよ、ちょっと。最近ちょっとですね、洗いよ。出ていく前に。ああ、出ていく前に。綺麗にしていかねえ、今日も。大家さんにもお世話になったけんね。バーベキュー、誘ってるか。大家さん家でやらせてもらう？毎晩。その方がいいんじゃない？毎晩盛り上がってるけど、私。よくなんてか、ドゥドゥドゥって聞こえるけど、夜。帰ったら、駐車場。8時、9時ぐらいね。あの、ガレージで聞こえる。すごいね。だってあそこも、どうなんかね、分からんですね。楽しそうっすけどね、なんか。うん。あんだけいろんな小屋がりやね。何があるんすかね。出ていく前に見せてもらう、最後。全部？全部。ちょ、見せてくださいよ、つって。サブちゃんで、つって。俺らここやっていいっすか？逆に。時々使っていいっすか？最近、裏のさ、こう田んぼ、畑みたいな、なんか、アパートかなんかできるんかね。あ、なんか家っぽいっすね、あれ。うん、なんかできる。俺らの通勤経路が通りにくくなったね、あれするけどね。いや、あんま関係ないやろ、あそこは。田んぼが。うん、田んぼにも水路みたいな興味があって。もともと使ってなかったっすけどね、田んぼでも。あ、できそうじゃん。有効活用じゃろ、途中。うん、ヤギか羊かの。田んぼで何もせんよりも家建てて、お金稼いだ方がいいんじゃん。生々しいっすね。サブちゃんも見とるかもしれないですから、ね。ヤギ、なんかヤギみたいな放牧しとったよ。羊、なんていうか。ヤギ、ヤギ。一回だけ、ね。ヤギ全然最近見んくなったね。どっか行ったんかね。いや、昨日の夜は鳴き声聞こえたっす。あ、そうなの。食べられてない。食
でしょ。通らんけんね、俺言って、あそこも。あ、通っちゃダメでしょ。佐賀開き28歳、うん、通らんけんね。最近通らんね、佐賀開きは。人としてなんかもうあそこ通っちゃダメだろうなって思いながら。そういうか、通りにくくなるあそこ蛇出るけんね、あと。あ、そうな、蛇見たことある。一回見た、あそこでガサ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 って言い出したっけ。怖くてもやめた。あ、そう。蛇見つけたね。カエルとか多いじゃん、夜。カエル踏みつぶすじゃん、絶対あそこ。え、踏まんよ、全然。踏んどるけんね。マジで嫌だ、それ。めっちゃ多いですもん、カエル、ほんまに。道じゃないもんね。道じゃないっす。獣道でもないです。獣道でもない。道じゃない。道じゃないっす。ただの何あれ。ただの壁。壁か。壁か。壁。そうじゃない。なんなんこのゆるさは、いつもの倍ゆるいっすよ。なんかね、今日ずっとね、頭痛が痛いんよ。大剣どうしたんすか。早く帰りたいなと思ってる。さじ加減でしょ、そんな自分の。いやいや、でもなんか待たしちゃいけんっていう気持ちもあるんですね。もう今やれ、今今やりながら喋れ。それじゃ、それじゃ。でもね、頭痛い、ダメだよ、集中できん。薬買ったっけ、薬を。いつもそうっすよね、なんか頭が痛いとか寒いとかさ。そういう人はちゃんと準備しとんよ。そんなに頭痛薬じゃさ、切ればいいだけなんでしょ。切ることもわからんけど。うん、服、うん、今年はこれで耐えたね。耐えてないけど、仕事してない時に耐えてないよね。できてないっすからね。今年は楽しみだね、飛躍の年だね。なんだ。できるんですか、そんなの。いや、俺らにはやっぱ今はもうあれ、リッキーちゃんとマサキヨちゃんゴルケンね。ちゃん付けしやすい。この二人が上がっていくじゃん、そこに俺らが引っ張り上げられる。引っ張り上げられ作戦。かぶられるぜ、ほんま。引っ張り上げられん。頑張らには引っ張り上げ、引っ張り上げられんよ、ね、そうっす。上げてもらえるわって思ったらダメよね。ダメよ、ダメよ、そういう感じ。なんで。だって絶対気づくじゃん、ね、気づく。気づかれたらもう終わりよ、うん、俺ら使われとんじゃって思われたらもう。私、上げてもらうので。こんなセリフ流行ったよね。私、失敗しないので。ドクター X、うん、いたしません、みたいな。俺、あんな言える人になりたいわ。失敗しません。いや、私、あげてもらうんで、結構です。どう？やばいやつやん。やばいやつ。まあ、その、ちょっと今のところは、その、ね、ちょっと助けてもらう、二人に。病気になってるね。助けてもらって無理じゃん。無理っすよ。だって相手を助けんでいいんじゃん。そうっすよ。こっちはこんなに助けたいと思ってるのに。助けられんでもあっちはだって。普通に上よ。上やけ。せしがらい世の中じゃな。説教してやってくださいよ。ほんまに。何っすよ、こんなん。うちのリーダー、うちの大将、うちのメインパーサーって。うちのリーダーってだって酒井くんでしょ。いや、表上は俺じゃないじゃん。でも、表上も裏も、裏の裏も、裏の裏は何、表か。裏の裏はもう表やね。結局
もうだって坂井君がリーダーしたいって言ったとき裏ではね、牛耳ってるの俺と思ったわけ。俺が頑張らんくなったら終わりと思ってるわけ。この人が頑張らんくなるよりも俺が頑張らんくなった方が俺終わりと思ってるわけ。このチャンネルは。それはね、そりゃそうだ。何回も思ったことあるっすけどね、もうやめよっかなみたいな。思っただけじゃダメ。いや、行動にそったら終わっとったけど。キングが見切ったら終わりだよね。うん、マジでいつでも見切れる自信あるけど。個人でやり始める。うん、あのチャンネル奪うけ。パスワード全部知ってるし。変える、すぐ変える。メールアドレス知ってる、なんか知ってるけ。変えれるか。変えれるよ、俺が先に変えるわ。パスワードもすぐ忘れるけ。見切った時点で変えろ、うん、見切った時点で変えてしまえば変えるか。もう俺が手取るやつはもう全部非公開にする。ほとんどなくなりますし、ね、すごいね。今日もちょっと問い合わせがあってね、インスタグラムの前にね、スティードの硬いナットが外せんけどどうしたらいいかみたいな、うん、問い合わせがあったけど動画で返しておいた。こうしたらいいんだって。そしたら大きいなってきたけど、関西の人な、で、かまへんでって言ってます。何の話？それを工事に撮ってもらった、さっき。ん？これ撮ってやすごいよね。いや、質問に対する返答が動画で返す、ちょっと YouTuber っぽいよね。確かに。いや、難しいね、あれをなんかこう文章で、なんか難しいと思って文章で来たら。あ、まあね、うん、ああでも俺もそうしよったけどね、オンラインの先生しよったとき。でも言葉でもう言わないでくださいみたいな。もう分からないことは動画でこっちに送ってください。あ、でこっちも動画で返します。うう、ね、分からんもん、ね、このこれがねみたいなのが分かりやすいもんね。そう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 。 YouTube とかでも結構来るじゃん、なんかこれの値段を教えてくださいとかコメントでさ、うん、ここなんか調子悪いんですけどどうですかとか。分からんけ文章じゃん。答えたくても何を言ってるかわからなくてさ、だって俺のさ、なんかその文章理解能力ってもうほぼね低いじゃん。ほぼ低いってこと。だけどそこ今文章力低いよね。そういうこと。皆無。皆無。今文章の理解力ほんまにないじゃん俺。しかもこう雰囲気でしか見てないけどさ、なんか結構間違えてること多いじゃん俺、うん。勘違いしてること。うん、それをなんか文章はなんか、しかも写真もないじゃん YouTube のあのコメントだったら、うん、マジ分からんの何が言いたいのか。質問分からんことは DM とか動画とか LINE とか、しかも携帯、俺店にホームページに載っけとけるね携帯電話。うん、電話で聞いてくれた方がよっぽど早いけど。でもそういうのずっと受けよったらさ、作業できんくない？そうよ結局、うん、だってお金を払って頼んどる人がおるわけじゃないですか、うん、第一に。質問はあくまでその無償でやってるわけじゃないですか、うん、商売よね。そう、どっちを選ぶ君は。両方無理。無理よ、一人しかおらんないわけ。工事雇うけ大丈夫。雇われる。雇う側でしょ。ただそんなね、聞いてくる人もないけど、めっちゃおるやろ。結構ね、コメントでね。コメントでも DM とか普通にいっぱい来とるっすか、キングの方に。ショルダーシャックの今メインの方が多いかな。あ、そうなの。あっちの方が多いっす。DM でやっぱ来る。どこも教えてくれんもんね。教えてくれんす。スティードの3拍子の出し方を教えてくださいみたいな。あれ返したっけ。スティードが多いんよ。返した返した。なんて返した。まあ動画できる時があればその時動画で出します。一番言っとこうか。じゃあスティードの三拍子は同調をちょっと狂わせればできる。また難しいね。難しいね。また普通はどこ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 って打つのが正解じゃん、うん、それを同調っていうのはこのうって数値から、うん、2つあるけエンジンがね、2つの数値からを一緒にしたら同じ打ち方をするってこと。ドド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 ド。そうね。だけどその一つをちょっと調子狂わせてあげればドドドドドドになる。それは調子が悪いよ。
ハーレーは別に、ね、そもそも三拍子になってるけど最初から最初からあれが聞こえやすいか聞こえにくいかの違いだけだ、うん、ざっくり言うと、うんうんうん、で純正でもトコトコトコと言っとるよちゃんと、うん、それを音を大きくしたりキャブ変えたりして聞こえやすくしたりはっきりしやすくしたりしとるだけのことね、うん、スティードはハーレーは別にそもそも三拍子になっとるよ、うん、でもスティードとかはそもそもドド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 が正解だけそれをどことどことは、まあ、調子悪くするしかないんや、単純に。まあそうね。そういうことなんだよね。一発聞こえん音で、不発じゃないんだけど、不発まではいかんないんだけど、聞こえん音が全部大きくなるけ、三拍子になったら。ドドドドドドなに、ドドドドドドド、あ、ドド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 ドフ、ドドドフ、ドドドフ、なるわけだ。か、ドゥフ、まあそんな感じでアイドリング落として不調にしてあげれば、僕はなるけどか、まあ、キャブレーターを2個落ちるところの1個にしてあげればそれもまたちょっと不調になってくる。あ、そういうことするとやっぱなるけど、そのエンジンいいかっていうとよくはないよくはないね。進めるか進めんかで言うと進めんね。それでなんか壊れたとかってあるんですかね。まあやる人がおらんよね。まあそもそもシングルキャブとかは結構しとる人多いと思うけど、何万もかけてそこして調子悪くして、うん、乗りづらくするよりかは乗っとる人があんまりおらんじゃん、単純に。なんでかっつったら乗りやすい方がいいけどね。うん、だと思う、俺はね。三拍子ってだってあれよ、止まってる時だけよね、分かるの。走ったらあんま分からんけどね。だって、ダカダッダカダッってアクセル浮かしてきて、タタ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 ってなってる。まあなってるんじゃなくて、なっとる。ダダダダってなってるけど、もう連なっとったのは分からんけどさ。分からんす。アイドリングの時だけだけど。あったかな。三拍子とかにこだわるんだったら、まあ、ね、バルカンとかのことじゃないと、むずいと思う、さすがに。どこにお金をかけるかだね、それ。やっぱなんか俺スティート好きだとかって言っとったけど、うん、俺よりつわものおったよコメントで。ああ、おったっすね。おったんよ。めちゃめちゃ詳しく書かれてた。スティートはフライホイールが重たいからなんかこう、まあ言ったらちょっとトルク感が力強いみたいな。でもそれはドラッグスターとかバルカンはそういうのがちょっとないからちょっとこうどうしてもこう力強さがないって書いてあったよね。で、俺はそれ思っとったんよ。思ったっていうかスティートの方が早いって多分カットするかもしれんけど、参加だったらシティの方が圧倒的に入っていっとるよ。それは、あ、そういうことなんだなと思って、なんか力強いシティの方がって、うん、その次にドラッグスター、バルカン。バルカンはちょっとこう弱い。でスティードはなかったら圧倒的にグーって前に出るけど、スティードの好きっていうのがあったけど、それをこう説明できるかさ、説明できんかったよ、なんでかって言ってね。でもなんかあのコメントで、ああそうなんだ、つわものやな、これすごいね、そこまで、ね、すごいなと思って、ね、エンジンの中じゃんもんね。すごい、説明ができる。うん、すごいと思った。でけ、今度僕もそれで言います。人のやつ分からんけどね、素人からしたらその言葉がそもそも。あ、確かにね、フライホイールちゃうと。まあそういうことだよね。そういうことだよね。俺はあれ見てるけど、確かそういうことだったんかと思ってるけど、多分普通の人は言ったんかなと思って。分からん。フライホイールの説明はもういらん。いるここで。フライホイールっていうのはこのもう一番のメインの軸なエンジンの、もう単純に言ったら一番メインの軸で、レーサー系がレーサー系の4発とか速く回るのって、うん、ここが軽い系なの、うん、レーサー単純に言ったらここが軽いと、この慣性の法則があるじゃん。一回回り座席に軽い方がうーんってスピード上げやすいじゃん。こう回っとるフライ、まあ、フライホイールってそういうもんね。このエンジンのこの爆発の力はこの回転しとるのやつね。で、ここが軽い方が4発とかうーんうーんってスピードどうなの。でもハーレはここがでかくて重たい系、アイドリング下げても止まらんない。回り続けた時重たいもんが、あ、っていうイメージね。感性の数って書いて、重い方が感性じゃない、重い方が感性、うん、重たくてでかくしておけ、アイドリング落としても止まらんのよ。ドコトンドコトンって回るんよ。あ、はあはあ、でもここが軽いとうんって止まってしまう。
アイドリング下げたら、うん、その分上の回転は上がれんから、うん、でもハーレーは下は強いけど上がないじゃん。ああ重いけん、うん、上が回しきらんねん、うん、でけ、まあ、そういうエンジンの微妙な違いがあるよね。それでけ、ここが重たいってことはトルクが強い、グッて一発目が強いけど、レーサー系は回した方が強いけど、で走り方がフライホイールっていうかな、のなんていうかな、フライホイールって言ったらまあそんな感じ、まあなんとなく分かったっす、うん、そんな感じで、でスティードはちょっと前回よりちょっと重たいんだろうなって感じ、うんうん、ってです、ね、じゃあスティードは上が弱いってことですか。でも、まあ、そこは そんなに差がないと思うけどさ、うん、あの3台に比べたらとか、でけ、まあ、V ツイング型より4発の方が回るのはまあそうだね、しょうがないですよね、うん、そういうこと。まあでも俺からしたらその上も下もどっちが良かろうがっつって結局最後は一定の速度で走るけどさ俺からしたらなんかもう一緒かなって思ったんですよ。まあまあね、どんだけね、そのね、排気量でかいバイク乗ってもさ、うん、出すのはね、うん、高速で120が限界じゃん、日本は。下道だったら60が限界だし、でなんか、まあ、ほんまに好き、うん、なんかそういうのを知っていくとなんかどっちでも良くないって思ってしまう。どんだけね、1200とパパさんよくあるじゃん、どっちがいいですか聞かれるんだけど、まあ排気量でかい方がやっぱね、グッて前に出る力強いけん、1200の方がグッて出る力は強いよ、圧倒的に、本当に違うよ。でも上とかもさ、速度決まってるしね、一緒じゃん、一緒あんま変わらんちゃう、変わらん。最初の出だしがグッて出るのが楽しいぐらい、1200の方が。でもそこまで回して出る人がおるんかって話なの。だって普通に遊びぐらいからスピード徐々に上げていくわけじゃないですか、うん、その時点でそれを楽しむって無理なんじゃないですか。で普通の人は、ね、普通の人が普通に乗ったらスタートダッシュなんか1000もん、ね、うん、レースじゃないけどね普通の人っていうか、まあなセミプロとかはなんか結構なんかそれ、あ、ここは力強いなとかって分かるけど、普通の人は、ね、うん、ほとんど分からんし、アクセルもさほぼ半分も開かんのよ、多分開かん、開かん、うんうん、開かん、ね、うん、そっから上は回しきらんし、絶対、うん、まあいらんよね、話になってくれる結論まあ、ね、そんなでかい排気量、確かに、うん、そうなるよ、最終そこよ、マウント取るとかは別にね、マジ不必要な行為ですし、逆に言ったらやっぱ1200パパさんだったらパパさんの方が圧倒的に3拍子で安いし、ね、1200はなんかボテボテボテってなる、展開できてめっちゃ遅らしたになるけど、もう乗りにくくて乗りにくいと思う。で3拍子とかスポーツサラスのパパさんの方が絶対出るけど、なんでそれメインでって思う、やだ、なんでってなんでそんな違いかね、でまあ、なんかやっぱね、その俺らのその根底にある好きなもの乗ったらいいじゃんっていうのはなんかまあそういうところだよね、うん、ね、排気量が出かかろうが何しようがそれが好きだったらいい、そういうことね、それでいいと、形俺はスポーツのこの形が好きだと思ったら、うん、そっちになるし、それでいいと思うよ。まだ終わった？いや、まだまだ、いけよ、いけよ、何分取った？21分、いいじゃん、ナイス、イエーイ。